ライコ麦はライ麦と小麦の交雑種である。人類初の人工族間交配穀物種として有名である。グルテンが少なくミネラルが多い。アミラーゼ活性が高く独特の風味を持つというものである。古代世界において小麦とライ麦はそれぞれ問題を抱えていた。19世紀になると種や幸い品種を交配させる技術が進歩し、 より多くの植物や動物を人工的に交配することが可能になった。動物においては、オスの生液を採取し、他の種類のメスに入れることで、直接の交尾によらない人工交配が可能になった。穀物のように、自家受粉植物と竹受粉植物が分かれているものにおいては、それぞれの性質に合わせて、より体系的に交配することが可能になった。 1873年、アレクサンドル・ウィールソンが初めて、小麦のメバナとライ麦の花粉による人工塾を成功させた。しかしながら、作出された雑種種子は不燃であった。以下の三種を含む、小麦、ライ麦、ライ小麦の粒、ライ小麦の粒は、小麦の粒よりもかなり大きい。テンプレート、アグリカルチュラルプロダクションボックスアメリカの人気テレビ番組、 スタートレックのザトラブルウィズトリブルズという回で取り上げられている。ありがとうございます。